悲願の初優勝なるか佐藤七海、そして新生誕生、新生誕生を印象づけるか宇沢奈々。決勝戦始まりました。まずは本戦です。積極的に佐藤も手を出していきます。宇沢が宇沢選手、ね、詰めるのは早いですね。宇沢が準決勝と同じように、相手に打ち勝ったのと同じように積極的に前に出ていきます。はい、早くも付き合い、3分あるんですが全く時間を配分を感じさせないような、そうですね、ハイペースの戦い、はい、付き合いになっています。佐藤も手数を出していきますが、宇沢も負けてないですね。はい、付き合いでずっと続いています。おっと足を飛ばしてきた。付き合いだと宇沢も割と互角に戦えますよね。はい、そうですね。はい、佐藤ここで少し足を使ってきた。宇沢選手の下段もよく決まってます。はい、残り1分30秒前半から両者飛ばしているので、あとはスタミナがどうか。右の下段も入れてきている佐藤。ここで下段も使ってきている。宇沢も下段を使ってきています。残り1分、佐藤は戦いぶりとしてはどうでしょうか、ここまでは。まあ、佐藤選手の戦い方なんですけども、はい、それをまあうまく、まあ、佐藤選手のいいところを消しているといいますか、はい、宇沢選手がすごく頑張ってますね。まだ17歳の宇沢、はい、長男蹴りは惜しいですね。残り30秒、まあ、ここで動き負けなければ宇沢選手もいいんですけども、手数は佐藤の方が少し出てますか。はい、あれは佐藤選手の勝ちパターンの戦い方なんで、こう宇沢選手どうしのいで打ち返せるか。ただ宇沢も中段蹴り、手数応戦しています。決勝戦本戦が間もなく終わります。本戦まず終わりました、はい。まあ、最後は佐藤選手がちょっと出ましたけど、はい、そこまで大きなポイントは差はないかなというふうに思います。あとは判定です。はい、判定取ります。判定、あ、上がりましたね。4対0、主審も白4対0。